はい、どうも、おめでです。まさかやっていきたいと思います。はい、ハンササブアカはこの前、チケットで白ランの鳩当てることができました。まあ、ですが、天空中央高校経験点出ないんですよ。やっぱりね、フレンドで応援団長アスカ借りておりまして、それ以外が自前となると練習効果アップが足りません。ウドウちゃんはレベル37で、練習効果アップ 10%。で、マナガが練習効果アップ 20% と、ちょっと低くなってしまいます。まあそれの関係もありまして、やっぱ経験って出ないですよね。そうであれば、今回応援団ガチャを引いて、引かないって言ったんですけども、引いてアスカを当てれれば、もっとマシになるのかなと思いまして、今回引いていきたいと思います。本当すいません。引かないって言ったんですけども、やっぱり天空やるためにはアスカが必要でした。で、今回できればね、30連目までに当てたいなと思ってます。30連で当てれれば、自分はスルーします。そのままこれ以上引きません。ですが、40連以降ならば、まあ、アスカ出るまで引いてもいいのかなと思ってます。まあ、アスカとハト、両方とも SR プラ5確保しつつ、アスカが SR5枚、ハトが SR3 枚持ってます。PSR 当たっても50のチャレンジあると思うんですよ。そうであれば、引いちゃってもいいと思いますので、今回狙っていきたいと思います。では、やっていきましょう。さあ、10連目で出てくれてもいいよ。アスカがね、SR 出てくればそれで終われるんで、行きましょう。さあ来い。はじめは確定枠ないはず。確定枠なかったはずなんで。あ、あったっけ？あれ、あったっけ？なかったよね。確か。なかった気がする。あれ、ごめん、あったわ。ごめんごめん。あった。ありますね。ごめんなさい。あったか。はい、何が出ますかと。はい、桜。あれ、10連目とあったのか。ごめんなさい。あ、なんかあったね。ごめんね、ごめん。はい。では、20連目いきたいと思います。SR50%、PSR50%、応援団のね、2キャラが PSR 出る確率は 10%。いきましょう。さあ、ピックアップが来てほしい。まあ、正直、PSR というよりかはピックアップが来てほしい。ピックアップが来たら、それで勝ち。さあ、来い。ゲドウ。博士までもいか。ゲドウもいかないか。お、複数枚来てますね。さあ、暗転しよう。暗転したら結構な確率で、アスカだと思うんですよ。まあミセ君も確か持ってないかもしれないね。行きましょう。さあ来い。さあ来い。いやー違う。さあラスト 10%。 今すごい期待した。あれ、ジョルジュこの前メインでも当たらなかったっけ。君違うんかい。うん、残念ながら当たりませんでした。ではここ勝負、30連目、ここで出してくれれば結構楽。行きましょう。いやー、70連、まあ引いてもいいとは思うけど、引いてもいいとは思うけど、ここで出そう。さあ、4分の1引ければ勝てます。さあラストの2。さあ暗転しよう。暗転なら1/2。暗転なら1/2だね。柴原持ってるし。さあ来い。はい、ありがとうございます。アスカ引けました。オッケー、これはでかい。まあワンチャンで最後まで引いて PSR 解放って思ってましたが、ここはもうスルーさせていただきます。うん。まあ、この前も、説明させていただきましたが、現状ね、アスカもね、ここの45いければ、まあ41でいいのか、41いけば得意練習頻度4もらえるんですよ。これはこれでいいと思う。うん。まあこれ引くのであればもっと違うガチャもあるからね。今回はアスカはこれで終わらせていただきます。はい、そっか。PR あれ出なかったんだ、アスカの新種。で、これワンチャン PR いけそうな感じもしますんで、通常のアスカは置いときます。通常、バレンタインのアスカ置いときます。バレンタインのアスカ置きつつ、行きたいですね。バレンタインは置いといて、アスカの PR プラゴにしていきましょうか。はい、OK でーす。していきまーす。多分足りるよね。さすがに足りると思ってる。はい、14枚。で、4解放しよう。4解放したら PR 混ぜます。さあ、行きまーす。行きましょう。さあ、解放してください。5。1、2の ?3 の ?4 の ?4。まあまあまあ。いいでしょう。最低でも4来てくれば OK です。で、ここで PR 混ぜといて。はい、OK ね。はい、では、アスカ解放させていきまーす。アスカの解放させていきましょう。はい。ではワンチャン。さあ、
これでプラ5の可能性あります。プラ1はやめよ。せめてプラ2かプラ3。いこう。1、2の、3の、4の。お、いいね。いいね、いいね。ありがとう。これ結構解放してますね。これ PR だけ足りてほしいな。PR だけ足りてほしいな。これ、アスカ PSR 引いたら多分、50いけるぞ。いや、でも、これは我慢のしどきだと思います。アスカは50というよりかは、これはパワースター貯める方がいいと思うんだよな。45にはなりましたね。多分、50はやるべきではない。まあ、ハトもね、アスカもね、まあ、タックは強くなります。タックは強くなるんですが、やっぱり持ってることが重要、アスカはね。まあ、練習後カップが伸びるわけではないので、これはこのまま行かせていただこうかなと思ってます。はい、そして、ミセ君って引けた？引けたよね。さあ、0.5%。さあ、宿れ。はい、残念でしたと。で、まあ、まあ、最後にですが、ミキサーさせていただきます。まあ、ジョルジュが当てることをできましたんで、ワンチャン PSR のミキサーしようかな。あるでしょう。うん、この辺、ミキサーかけてきます。まあ、シバータは、まあ、別にいらない。さすがにシバータ、で、雪の、まあ、ウカイ君は置いといて、ケイユーか、どうしよう。アレンも来ないだろう。どうだろう。別バージョン。なんか、どれも来そうな感じがするね。ボタンちゃんはいいや。いや、ボタンちゃん俺でも、SR 持ってねえわ。どうしようかな。なんか、どれも来そうな感じがするんですよね。PSR ね。別バージョンが来そうな感じがするんですけど、福田くん。ごめん、福田くんはいらないわ。福田くんは使わないと思う。もう、金輪際。で、あとは、アレン。アレンかな。アレン、KU もやっちゃっていいけど、まあ、さすがにタキシード見るとか結構あると思うから、これでいきます。うかいくんとかはね、まだ、高校教科が来てないんで、来る可能性あるんですよ。うかいとか。うん。ね。マリンちゃんとかね。では、これでいきたいと思います。まあ、鉄さんにしとくわ。鉄さんにしときます。はい、これでいきましょう。さあ、ワンチャン、出てくるね。ワンチャン、鳩とか。まあ、彼女でもいいな。ラブプラス出るよね。それでもいいよ。さあ、何が出ますか。何が出ますか。さあ、暗転してくれ。暗転してくれれば、これで勝ちです。では、やっていきいきましょう。来いよ。来た。はい。はい。ご視聴ありがとうございました。本日は以上とさせていただきます。こちらの動画が良かったなと思う方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。では、また次の動画でお会いいたしましょう。ビタでした。さよなら。